俳優、松本まりかが主演を務める、ABC テレビテレビ、朝日系日中ドラマ、ミスターゲット、毎週日曜午10時の第5話が、今日19日に放送される。狙った的を決して逃さないミスターゲットとした暗躍してきた結婚詐欺師スミレ松本が、本気の婚活を開始し、 それまでの打算的な疑似恋愛と本気の恋との違いに直面しながら、奮闘していくストーリー。前回の第4話では、すみれの婚活相手、宗ね上杉周平の元かの由い、田中誠が登場。すみれは二人の幸せを願うが、闇金業者のゴ武ム差し、ヤシマノリと、に遭遇することになる。第5話、 結婚詐欺師、本気を出すあらすじ宗春と結の幸せを願い、和月堂を後にした朝倉すみれ、松本まりか、だが、その目からは止めどなく涙がこぼれ落ちる。玉木萌衣、鈴木愛理やま淵ちやよい、筒井まり子の前では、次なる婚活への意欲を口にし、懸命に取り繕うすみれ。しかし、 胸張に未練があるのは、弥生の目には明らかで。家に帰っても、玄関にはよもぎ摘みデートで胸張が用意してくれた長靴。机の上には和菓子を包む練習のために持ち帰っていた包装紙があり、スミレの胸には嫌でも胸張との思い出が蘇る。そんな自分に苛立ちつつ、結局スミレは長靴も包装紙も放置できず、翌日、 返却のため、和月堂を訪ねる。すると、そこには茶の竜、後藤武則を引き連れた闇金業者の豪武蔵、八島則と、の姿があった。お人よしの宗春は、友人の借金の連帯保証人になっており、その友人が失踪していたのだ。郷は宗春に二千万円の返済を迫る。ほう ミスターゲットを追う宗春の父で刑事の龍太郎、沢村一揆は、すみれの最初のターゲットである黒崎達夫、小木重光と15年ぶりに接触。七の正体に迫ろうとする。俳優の長谷川博樹が主演を務める TBS 系日曜劇場アンチヒーロー、毎週日曜午9時の第6話が19日に放送される。 日本の刑事裁判での有罪率は99.9%と言われている。主人公の弁護士は残り0.1%に隠された無罪の証拠を探し依頼人を救う救世主のような人間ではない。たとえ犯罪者である証拠が100%揃っていても無罪を勝ち取る、殺人犯をも無罪にしてしまうアンチな弁護士。 ヒーローとは言い難い、限りなくダークで危険な人物だ。本作は、弁護士ドラマという枠組みを超え、長谷川博己が演じるアンチヒーローを通して、視聴者に正義とは果たして何なのか性の中の悪とされていることは、本当に悪いことなのかを問いかけ、スピーディーな展開で次々に常識を覆す。 正義と悪が入れ替わり、善人が悪人になってしまう。まさにバタフライエフェクトのような、前代未聞の逆転パラドックスエンターテインメントを届ける。第6話のあらすじ。名木長谷川博樹は出版社の女性副編集長の弁護を受けよう。彼女はかつて政治家のスキャンダル記事を書いていた。 名木の次なるターゲットは正解か、それとも。俳優の吉高由里子が主演を務める大河ドラマ、光くんへ、毎週日曜後8時 NHK 総合他の第20回、望みの先にが、19日に放送される。前回は、道長、江本佑が右大臣に任命され、苦行の頂点に、 これを境に先を越されたコレチカ、三浦翔平との岸歴が高まっていく。一方、真宙、吉高百合子は、奇境、ファーストサマーウイカの若らいで代理の十花伝を訪ねることに。貞子、高畑三月との初対面に緊張する中、一条天皇、潮の明久も現れ。ある夜、龍花、流星陵は、 女に裏切られたと落ち込むコレチカを強引に女の家へ連れて行く。これが大事件へと発展することに、今回は、維持、岸谷五郎が淡路森に任命され、意気、高杉真宙糸、清川聖順も大喜び。しかしま宙、吉高百合子は、僧の言葉を介する父は、越前主の方が適任だと考え、 一方、内裏では、花山院、本郷彼方の義者に矢を放った一件で、一条天皇、塩野明久様がこれちか、三浦昭平と龍か、龍政陵に厳しい処分を命じた。さらに、貞子、高畑光月は兄弟の不祥事により、代理を出ることを命じられる。絶望の淵に立った貞子は、 俳優の間宮祥太郎が主演を務める日本テレビ系4月期日曜ドラマ悪魔ゲーム悪魔ゲーム毎週日曜後10時30分の第7話が今日19日に放送されるそれに先立って童話のあらすじと場面写真が公開された2013年から2017年に週刊少年マガジン講談社に連載された 原作名物し、作画めぐみ工事士による同盟漫画を超大型プロジェクトとして完全実写化。13年前、父清を謎の組織に殺され、全てを失った織田テルトも、マミヤは99本集めると、この世の全てを手にすることができると言われる悪魔の鍵をかけて争う命がけの悪魔ゲームに挑む。 テルトモは時に人の命を奪い合う究極のデスゲームに翻弄、翻弄されながらも、仲間と共に鍵の謎に迫っていく。悪魔ゲームトーナメントは2回戦に突入する。2回戦は1回戦を戦った者同士がタックを組むチーム戦となる。テルトモは式部紫、荒尻ナとタックを組み、斎藤 田中樹、伊達俊一郎、福山正大チームと対戦する。あの手この手で出場者をもてそぶ崩し心と小沢幸義に生き通るテルトモは、お前らの目的は何だと尋ねるが、方針は不気味な笑みを浮かべたまま。ぐんぐにるに寝返った初が、テルトモに命がけの勝負を挑む。テルトモ、俺はお前に勝つ。 と意気込む初。テルトモは、初、何がお前をここまで変えたと尋ねるも、親友との直接対決がスタート。悪魔、コルジアが用意したゲーム、老朽果実、老朽果実、バスケットフルーツに挑む。試合まで時間のある学べ勇気古川琴音は、グングニルが持つ50本の悪魔の鍵を探すため、 オロチを連れて危険な森の中を突き進む。キングプリンス・長瀬セレンが主演するテレビ朝日系推しドラサタデー東京タワー第5話が18日51時放送された。以下、ネタバレを含みます。本作は2001年に刊行されたエクニカオリ氏の同名小説が原作。 05年には黒木瞳かける岡田純一で映画化、14年には韓国でテレビドラマ化もされている。長瀬演じる21歳の青年小島等と、二十歳以上年の離れた人妻朝の獅子、板谷由かの美しくも許されない愛を、令和という新しい時代ならではのストーリー、登場人物たちの心の機微を、 現代の東京の最旬スポットでのロケーションで描き出す。同級生かえで、長瀬里子、との恋を進めることができなかった党は、どうしても、獅子のことが忘れられない。会いたい気持ちが抑えきれない党は、獅子を訪ね、気持ちを伝え合う。獅子からの連絡を受け堂踊り子と手を繋いでデートを楽しむ塔は、幸せの絶頂。 しかし、夫、朝の、河本正宏は、電話の綱がない妻に、不審な表情を浮かべ。一方、家庭教師先の、人妻、きみ子、めぐみとの関係を続ける孔子、松田玄太、トラビス・ジャパンだが、恋人のゆり、なえなのは、密かに浮気を疑っていた。そして、孔子は自宅できみ子と愛し合う姿をついに、 キミ子の娘に目撃されてしまう。この衝撃の展開に視聴者は絶叫が止まらず。ここは、娘だけは、やめて。これはトラウマ級のヤバさ。最悪、あかん、もうホラー、娘かわいそすぎる、ハラハラドキドキすぎる、と反響が相次いだ。自習予告では、とうと工事に、 最悪の夏がやってくることが塔のナレーションで入り、党と獅子さんも旦那さん怪しんでるよね。来週は党も康二もすごい展開になりそう。二人とも大人を甘く見すぎたかなと、康二と二人を案じる声も多く寄せられた。<music>